ディプロメシー is not an option。軍拡に成功し白兵戦でも襲撃を撃退できるようになった我が国。今回もさらなる発展を目指し、開発頑張っていきましょう。っていきなり何事？なんか突然攻撃したな。何が起きたのやら。前回お亡くなりになった、槍兵のところだったな。あれ？また攻撃してる？なんだよこれおっかねえな。もしかして。うわぁ、ゾンビになったぁ。なるほど、小屋全力攻撃もしたくなりますな。国のために討ち死にしたのに、復活したら即全滅。英霊とて即日お帰り願います。儚き魂に敬礼。鶏の叫びと共にゾンビ終身。さてゾンビ騒動も片付いたので、いらない城壁でも壊しましょ。城門狭いからトレビュシェットたまに詰まるんだよな。そして空いたところに家を建てまし建てまし、人口がまた一気に増えるな。前回設置した植林してくれるフォレスターズキャビンは、効果の程がよくわからないので4件に増築。まあトレードのレートは食料と同じっぽいから、在庫がなくならない程度の生産量になるといいな。兵舎が3にアップグレードしたので、ホースマンなるものを雇ってみましょ。日本頭脳のマッチョも強そうだな。敵の襲撃を早めに察知できるように監視塔を建てます。敵の進軍路って少しずれたりするから、これ初動で役に立つかもだな。家の東側がガラ空きなので、こちらにも城壁立ててきます。北東のあたりはノーガードだから、攻められると怖いな。早めになんとかしたいけど資材が足りぬ。まあそれは石トレードして地道に作るしかねえな。一番強い壁は高すぎるのか、トレビュシェットが自動で攻撃してくれないことが多いので、マッシブタワーを建てて上にでも乗っけましょ。トレビュシェット。つまる。一気に移動指示出すなよ。てか作りすぎだろ。うわぁ、マッドロッコしていい。マドロッコしいからって縄文を破壊すな。てへ。襲撃の季節。今回は北西からの進軍だな。あれ？北から来とるー。そっちとレビュシェット以外防衛すっかすかじゃねえか。こりゃいかん、クロスボウ隊そっちに行かせましょ。この200名を超えるクロスボウ隊であれば、敵を余裕で粉砕できるはず。頼もしいな。さあ進めクロスボウ隊よ、敵を殲滅せよー。てあれ？北西の方からも敵来とるやないかーい。兵を半分に分けて応対しましょ。そうするしかなさそうだな。兵士の配置で合わせてたら縄文前が真っ黒に。今回の敵兵士の数なかなかやべえな。応援のトレビュシェットもこっち向かってるけど、いかんせん移動速度遅いので間に合わないかな。一応最高レベルの壁だしなんとかなるかな。どうやら北軍勢が左に流れて、北西軍と合流しようとしている様子。こちらの軍を外に出して強襲してやるであります。百科北軍は刈り取った残るは貴様らだけじゃ数の暴力に数で挑む。まあここにたどり着く前に大体勝負ついちゃってましたが、結局こっちの防衛戦力の方が圧倒してたみたいだな。そんなわけでかーあったどー。22名お亡くなりになってるけど、まあ余裕の勝利だったな。思いのほかやられてもうた。ゾンビが増えるね。やったね。こらこら。さてトレードして石と交換したので、壁の延長の続きをやりましょ。あとちょっとで全部囲めるな。前回の戦いではヒーラーを城壁に乗せてたのだけど、思いのほかいい感じに回復しなかったみたい。槍兵の指示ミスもあるんだろうけど、前に出ちゃうから微妙にダメだったな。まあ今後は無難にクロスボウ兵乗っけときましょ。だな。今後兵士を動かさなくても襲撃に耐えれるようにしたいので、どんどこ防衛を強化します。マッシブタワーは投石機も人もたくさん乗せられるから便利でいいよな。めんどくさいけど兵士を一人ずつ壁の上に配置しております。簡単に配置できる方法が見つからねえかな。さっき縄文壊したところ使わなそうだし、周りの壁も壊しちゃいますか。そこものうちかマッシブタワーに置き換えた方が良さそうだな。じゃさっとのうちにしちゃいましょ。デモ版は食料でヒーヒー言ってたけど、今では農場のおかげで食べきれないほどになったな。資源回収のため一部解放されてる南東を少し強化しています。少しでも作っとかないといざって時困るもんな。北東の角もマッシブマッシブー。マッシブマッシブこっそりやってた研究はこれで最後となりました。研究、コンプリート。
まっしぐまっしぐしてー、兵士を壁に乗せてたらー、襲撃の季節がやってきたー。しれっと4箇所同時攻撃である。最低何度でもやるときゃやるってことらしい。まだ壁がない場所もあるので、急いで作るか兵士を配置せねば。3分しかないからダッシュでやらなきゃだぜ。とりあえず西門の隙間は壁とまっしぐして塞ぎましょ。採石場が襲撃で壊されそうな位置だな。南東の隙間も壁と門作って完成させます。これぐらいなら今からでも間に合うか？さっき適当なノリで事前に強化しといてよかったな。さっきの私、グッジョブ。自画自賛。アップなぁ、北東の壁作るの忘れてた。そこ気が茂ってるから見落としてたのかな？さて時間はないけどちまちま兵士を壁の上に乗せます。レベル3の城壁ってなんか曲折しにくいっぽいんだよな。射角的に壁の方が良さそう。そして敵さんおいでなさったー。敵めっちゃいるし西門作ってる途中だし、こりゃやばいかもな。まあやり兵とクロスボウがしっかり配置されてるから、いい勝負できるんじゃないかな。北側は北側でマッシブのない防御薄いところ攻められてるので、こっちもやばいかも。とりあえずトレビュシェット応援に行かせましょ。だな。いよいよ西側防衛線開戦。ビルダーが敷地の中懸命に建築を続けてるぜ。無理かと思ったけど戦闘中に完成できるかも。池のおかげで敵が二手に分かれて戦力分断されてるから意外と楽勝かもだぜ。南東方面は兵舎が近いこともあって最大級の戦力なのでなんとでもなりそうかな。最悪ここ抜かれてもホースマンと2本角のマッチョも控えてるからなんとでもなりそうだな。北方面は敵の数が少なかった模様。もうすぐ決着だー。敵数こそ少なかったものの投石機持ってきてたから、白兵戦で戦ってたらこっちももっと被害出てたかもな。よし、西方面もいい感じで戦えている。そのままぶっ転がせー。建築途中だったマッシブタワーも完成できたみたいだぜ。ビルダーさん、グッジョブー。安定の南東は、一昼夜戦い抜いてー。無事敵を殲滅ー。ここは楽勝だったみたいだな。で戦場に帰参してきた投石機を撃破して勝利。4箇所攻撃はちょっと焦ったけど、かーあったどー。被害22名、許容範囲で済んでよかったな。西側やばいかと思って増援送ってたけど、出番なくてよかったよ。うわめっちゃ兵士増えてたのな。まだまだ増やすよ。軍拡競争は続くー。で前回の戦いでは北側にマッシブタワー不足を感じたので、さらにマッシブします。マッシブマッシブー。速度はアップ。東側もマッシブが足りないようだ。もっとマッシブして、強固な防衛力を手に入れなきゃだぜ。こっちにもマッスルを建てましょ。マッスルは建物じゃねえよ。てへ。マッシブで石材使い切っちゃったので、クロスボウでも城壁に配置しますか。ちまちまさよさて家を増築増築ー。てかたてかたあ、ぎっちぎちじゃねえか。人口イコール兵力なので効率重視でございます。まあ確かにそうかもしれんが。次の建設予定地の壁も撤去しましょ。そこアップグレードの紹介用に回収しただけで結局使わんかったな。無念。西門の下側もマッシブしつつ、クロスボウ隊を配置しております。その距離ならトレビュシェットがお互いをカバーできそうで防衛力高そうだな。この辺の壁はもういらないかな？移動の邪魔だし壊しちまって良さそうだな。兵士を増産。てか人口いつの間にか1000超えてるぞ。カクカクになるまで増やしましょ。こらこら。そして次の襲撃予定はこちら。6箇所同時攻撃だと？いやよく見ると重なってるので7箇所っぽい。えげつねえな。まあ我々もマッシブにマッシブを重ねた、この鋼の肉体で撃退してくれるわあ。兵士はいっぱい増やしたし、いい勝負できるといいな。さあ北東方面軍が来たぞー。迎え撃てー。何これめちゃくちゃ敵いるじゃねえか。黒の波が押し寄せる光景は恐ろしいが、我らには鉄壁の城壁がある、ひるまず放てー。ふふ、いざとなったら私のマスタースパークも控えてるぜ。ピンチになったらおなしゃーす。あ、でもなんかもう最後尾見えてるっぽくね。最初の圧力はすごかったけど、後続はさほど数いなかった様子。へ、こっちは私の出番なしか。
南側はどんな感じでしょ？こっちはこっちでえげつない敵の数だぜ。適当に配置してた縄文前の槍兵がかわいそうなことに。まあマッシブにクロスボウたくさん乗ってるし、意外と生き残るかもな。めっちゃうごメートル。でも南は兵士多いからなんとかなりそうだな。てか後ろのトレビュチェットサボってる。マッシブに乗せないとサボり気味だよな。攻撃指示すれば撃ってくれるけどめんどい。ただのお前の指示待ちじゃねえか。こちら側は敵が長蛇の列になったので、あとはワンコそばよろしくで楽勝かな。こっちも後続の敵が減ってきたし勝負は見えてきたな。そして明け方にはほぼ殲滅完了。少し角の城壁壊されちゃったけど、なんとかなったな。そして残るは北西のみ。ここは地形の関係で長蛇の列になりやすいから楽勝モードだな。でもここで問題発生、いきなりゲームが落ちた。あ、ぬるぬる動いてたけどスペックの限界来たのか？とりあえずオートセーブ残ってたのでそこから再開しましょ。だな。んじゃ、ロードして再開。のんきにマッシブしてんじゃねえよ。てへ。翌日。丸一日延々と敵出てきたからバグったのかと思い始めてたけど、やっと終わりが見えたな。多分山が邪魔で迂回してるんだと思うけど、今回はちょい焦ったよ。でもシャットダウンしたし次回くらいで PC の限界はありえそうだな。まあその時はその時で、とりあえず今回は、かーあったどー。では7箇所同時攻撃を撃退したところで今回はここまで。面白かった続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。嬉しいです。この後も襲撃の度に落ちてるけど気合で乗り切って続けるので、最後まで応援よろしくなんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。